ローテンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、オーデンバルト軍に、かつて存在した町村である。2018年1月1日に、ベイアフェルデン、ヘッセネック、ゼンスバッハタールと合併して、オーバーチェント市を形成した。ローテンベルクは、オーデンバルト南部 B 標高200メートルから550メートル付近の、ベルクシュトラセオーデンバルト地質学、自然公園内に位置している。 ネッカー川沿いのヒルシュホルンから北に5トルほどの距離である。クビは、町域の南部、標高4 3 0ルに開墾された高地入植地で、その背後は森の豊かなヒルシュホルン高地である。町域は、ケンケンバッハ川の渓谷沿いに北西に長く伸びている。ローテンベルクは、1535年に、オーバーイコールハイン村。 ウンター・フィン・ケンバッハ村及びモースブルンの大関権と共に皇帝からヒルシュホルン家に霊園として授けられた村としてローデンバーグの名で初めて文献上に記録されている。この書領はヒルシュホルン家が断絶した後、オットー・フォン・クロンベルクの書領となり、さらにクロンベルク博家が1704年に断絶した後はデーゲンフェルト・シャウムベルク男爵に与えられた。 さらに1786年から1801年まで、この所領の貢献は、エアバッハ・フィルステナウ博が獲得した。ライン同盟により、1806年に、ローテンベルクは、モースブルムを除くエアバッハ博領と共に、ヘッセンダルムシュタット大公領となった。1835年のローテンベルクの人口は1098人で、当時のラントラーツ別力内で3番目に大きな村で、あった。 工業化に伴って交通路が整備されたが工業化は進まず人口は減少していった。この町は現在でも農業主体の町である。1971年にそれまで独立した町村であったオーバーイコールフィンとラウバッハが合併した。コーテルスヒュッテ集落とヒンターバッハ集落は18世紀に新しく入植した人たちによって開かれた集落であった。 コーテルスヒュッテは20世紀初めに修道が通り、新しい住宅地となった後、保養地として発展した。ヒンターバッハは1930年代に高専によって注目されるようになった。ローテンベルクとこの町に属す地区は文化財の豊かな地域である。1880年建造のコルター派、シュバルゼン教会や1883年建造のプロテスタント教区教会のほか ラウバッハ地区近郊のザウバッハフォルシュトハウスをはじめと、する多くの木組建築や、泉、境界石、シュテルシュタインライヘなどの小さな文化財がたくさんある。連邦道 B37 号線には5キロメートル、離れたヒルシュホルムでアクセスする。連邦道 B45 号線には1 2トル、離れたベアフェルデンでアクセスする。鉄道はヒルシュホルムのラインネッカー鉄道から利用する。 ヒルシュホルンからは、ハイデルベルクへ約30分、モースバッハへ約30分、マンハイムへ約45分、ルートビヒスハーフェンアムラインへは約50分である。ありがとうございます。